はい、皆さんこんにちは、岡本雅樹です。久々のビデオです。今日はこのアグアイアレーナという曲をやりたいと思います。で、珍しく日本語で MC を入れたいと思いますので、よろしくお願いします。日本語がわからない方はすいません。これはテクノをベースとして、その上にラテンとブラジリアンの要素を加味した曲です。で、そもそもラテンとブラジリアンというジャンルにはアフロの要素が強く入っているので、当然それらを介してこの曲にもアフロの要素が入っていると思います。特にこのパーカッションのパート聞いてもらえれば実感していただけると思うんですが、これ4つの打楽器が組み合わさったパートでして、コンガですね、皆さんもおなじみのコンガで、それにティンバレスで、それからアゴゴっていうベル、このコンコン言ってるやつね、コンコンって言ってるやつ、それからアフォーシェというシェイカー、この4つの打楽器を組み合わせてこのループを作っています。作ってますっていうか、エイブルトンに、ついてきたループなんですけども、これを使ってます。では始めたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。楽しみにいただけてるでしょうか。日本人です。というわけで終わりに近づいてまいりました。いかがでしたでしょうか。アグアイアレーナ、あれ日本語おかしいですね。いかがでしたでしょうか。楽しみでいただけたのなら幸いです。では次回のビデオでまたお会いしましょう。岡本雅樹でした。ありがとうございました。